遠く離れていても僕のことがわかるように力いっぱい輝ける日をこの街で迎えたい。 C の公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。Cの代表の篠崎です。さて本日はですね、メンタルについてお話ししたいと思います。メンタルを崩壊している、私はメンタルが弱いという方が非常に多いですね。これはですね、そのことに関していろいろ言う方がいらっしゃると思いますが、いろいろそのメンタルの整え方とかいろいろことを言う方っていうのはですね、多分語れるってことはその人メンタル弱いんですよ。わかります？そもそもメンタルが弱いとか感じない人っていうのは、そういうことも感じないわけだから語れないんですよ。じゃあ僕がなぜこのことについて語ろうかと思ったって、語るほどその大それたものじゃないけども、あまりにね、こう若い人たちの中で私はメンタル崩壊してるとかメンタルズタボロですとかっていう人が多いので、ちょっと僕なりにですねお伝えしようと思ったんで今日お話しするんですけど、ちょっと短い時間ですけど、私はですねメンタルもうクソ弱いですね。もうクソ弱いです。メンタルが弱いってことはですね、もっとこう簡単に言うとですね、心に傷を受けやすいんではないかなと思うんですね。傷つきやすいガラスのハートというかですね、そういうのを持っていると思うんですよ。もう今年でですね美容師になって29年かなるんですけれども、新卒の時とかに言われたこうズカッとくるなんかことっていうのはですねまだ覚えてるし、さらにですねお客様にこううまくいかなくて怒られたりとかしたことももちろんあるので、そういった時のこうメンタルの崩壊の仕方とか今でも覚えてることとかもすごく多いです。でね、まずそういうふうにこう心が傷つきやすかったりとかするっていうことに関して、どういうふうに自分が思わなきゃいけないかっていうとですね、これはですね素晴らしいことだと思うんですよ。だってもしそういうのも全く感じなくて、あ知らねえよ分かんねえよって全然こう取り扱わないでですね、生きてきたとしたらですね、他人のそういうところ痛みとか弱みとか傷つきやすいとかっていうことに関してもその人は気づかないんですよ。だから割とですねズカズカいろんなことを言ってきたりとかする人っていうのは逆にですね自分が傷つかないんですね。傷つかないから相手に言ってくるんですよ。これ分かりますかね。だってさ、相手がもしすごく嫌ですとか、いうことをその自分がされて嫌だったら相手に言わないでしょ、ね、例えば身体的なとことかね、例えばお前ハゲてるじゃんとか言われた時に、例えば嫌だったら、自分が嫌だったら言わないですよね。まあ、それはは 今たまたまハゲって言ったけど、 なんでハゲって言ったかというと、僕がハゲてるってだけなんですけどね。僕がハゲてるからハゲって言われると、まあ、今全然平気だけど、やっぱハゲかけの時っていうのはハゲハゲ言われるとですね、お前薄くなってんじゃんとか言われるとですね、やっぱ気にするんですよね。だからそういった経験が僕あるので、やっぱ身体的なところっていうのはね、やっぱり、ね、言わない方がいいと思うんですよね。とか僕はだからそういったことに関しては言わないようにしてるんですよね。言われて嫌だった経験があるから。でもメンタル崩壊してる人っていうのはそういったことをいっぱい言われてるわけじゃないですか。心が傷つくことっていうのをね。そうするとそれをもう相手に言わなくなるんですよ。これって素晴らしい優しい人間が出来上がっていくわけじゃないですか。だからメンタル崩壊するっていうのはもっと大きく枠を大きく広げて言えばですね、自分がですね優しくなれてるっていうことなんですよね。メンタル崩壊イコール人に優しくなれる。で、そんな優しくなれるのはいいけど、もうメンタル崩壊するの無理だよって思うかもしれないけど、もうねメンタル崩壊、僕なんか崩壊しまくってるんでね、崩壊するのが当たり前なんですよね。当たり前、崩壊、
メンタル崩壊、涙腺崩壊、これ当たり前、もうすぐ泣いちゃうし、俺 歌とかで泣いちゃうしね、本でも泣くし、それが当たり前だってベーシックだっていうふうに考えると、例えばいい時もあるけれども、まあいい時っていうのは一瞬だっていうこともわかるし、もうさらにもっとズタボロになったのも、まあ、一瞬だっていうこともわかるし、だから僕はね素晴らしいと思うんですよ、メンタル崩壊っていうのはね。だから私メンタル弱いんですって言ってる方、素晴らしいです、素晴らしい、人に優しくなれる、勉強しているっていうことですのでね、素晴らしいと思います。ただねやっぱりずっとそうやって崩壊してるとやっぱり心持たなくなってくるので、前にも言ったと思うんですけども、筋肉がストレスを食べてくれる、呼吸が心を整えてくれる、汗が疲れを流してくれる、この3つですね。この3つをしっかり自分の中で1日の中で1つだけでもいいんで取り入れて、メンタルをね整えていく必要があるかなと思います。メンカルだってメンタル崩壊してるのは当たり前、万歳、人に優しくできる、素晴らしいことではないでしょうか。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。仕事行ってまいります。さようなり。3、2、1、9。最後までご視聴ありがとうございました。動画良いと思ったら高評価のグッドマーク、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。また見てね。